ダーハー TJB Meets Book。 はい、どうもデルです。さて今回はですね、みんなに YouTube 生配信見た？ The Jet Boy Bangers の YouTube 生配信見た？もう見たよね、見てると信じて言うよ。2024年1月31日 The Jet Boy Bangers の新曲の発売が決定しました。そして来たる11月3日からその新曲が披露されるフリーイベント、ジェットエンジンの開幕が宣言されました。しかもそしてその翌日の11月4日に行われる長島スパーランドでのスペシャルイベント、フューチャリングキッドフェノメナザ・ジェットボーイ・バンガーズ、なんと特典会の開催を決定しました。そしてザ・ジェットボーイ・バンガーズの YouTube もね、本格始動していて、20時この後、もう今多分20時超えてるけども、20時ですね、要は10月15日20時からですね、番組一覧が放送されることも決定しました。やばい、盛りだくさん、爆死いやー、来た、もうさ、新曲ですよ。とりあえず新曲の情報解禁があったということがみんなに伝われば OK です。いやー、僕の予想当たりましたね。さっきね、あのちょっと前にですね、新曲来るんじゃねって、生配信これ新曲の発表じゃねっていうのがね、当たりましたね。しかも僕11月4日の長島スパーランドも絶対あの新曲やるよっていうのも絶対当たりますね、これね。要はだって、あの長島スパーランドでのイベントも特典会やりますよ、ね、キッドフェノメノの存在証明とザ・ジェット・バンガーズのね、要は新曲の商品を、まあ、購入というか予約してくれた方は特典会それぞれのグループ参加できますよってあの言ってたんで、翔くんがね、要はということは新曲のパフォーマンスがあるということですよ。存在証明もやるしね、あのザ・ジェット・バンガーズの新曲もやるんですよ、これは。じゃないとおかしいじゃんね。だから、まあ、いわゆる長島スパーランドで行われるリリースイベントだと思っていただければいいんですよ。要は、うん、まあね、ラジオの公開収録。だからちょっとね、ボリューミーなんですよね。ラジオの公開収録なんで、トークもあるし、パフォーマンスもあるよっていう内容になっているので、要はだから、あの、ウルハラハーモニーがやった、あの、キャナルシティでの、あの、イベントと、まあ、同じような感じになるんですけれども、今回は長島スパーランドなんで、まあ、入場料だったりとか、まあ、あの、席にね、座りたい方は、あの、確約券がいるって、僕はこっちゲットしてます。ね、それ以外のね、方々は、まあ、長島スパーランドに来れば、まあ、見れると思うんだけれども、立ち見になるよっていう状態ですね。1100枚限定で、まあ、座り身の席がね、確約されているっていう状態になります。はい、なので僕はね、1100枚のチケット持ってるんです。座席のね、チケット持ってますので、はい、なのでね、いやー、めちゃめちゃ良かった。いやー、当たりました。うわーって感じですね。もう本当にね、いやー、良かった。いやー、まあなかなかね、当たることなんてないんですけれども、今回はね、やっぱり時期的なものと、やっぱキッドフェノメロンとね、合同でイベントやるよっていうところもありまして、やっぱ新曲来るんじゃねって思ってたんですけれども、いやー、よかった。ちょっとね、詳しく喋っていきましょうか、落ち着いてね。はい、というわけでこのチャンネルは LDH コンテンツをより一歩深く楽しむコンセプトで動画作りをしております。チャンネル登録者1万人の到達を年末までにと目標に掲げておりますので、皆さんのご協力お願いいたします。ということで、チャンネル登録、高評価、コメントお願いいたします。では本編行こう。はい、ということでですね、改めまして、来たる来年のね、2024年1月31日に The Jet Boy Bangers の新曲がですね、発売されることが決定になりましたね。え、もう本当にね、まあ、ちょっとね、時期は空きますよね、まだまだ先のお話なんですけれども、ただこれが違うのが、11月3日長野県ですね、ここからですね、ジェットエンジンというですね、新曲が披露されるフリーイベントがスタートします。はい、なのでね、まあ、そこから3公演第1弾のね、スケジュール解禁されてますので、皆様ね、 SNS だったりとかをね、チェックしてみてください。ちょっとね、僕今記憶で喋ってるので、抜け落ちてます。そしてですね、11月4日ですね、長島スパーランドで行われるイベント、キッドフェノメノンとね、行うイベントね、ラジオのね、公開収録イベントにですね、特典会の実施も決定しているよということで、だから新曲をね、予約していただいたら特典会ね、あのいつも通り参加できますよという形になっておりますので、だからこの11月4日の長島スパーランドでも絶対新曲の披露はあります。なので僕は見れます。しかもね、あの11月3日の翌日にザ・ジェット・ボーイ・バンガーズに関しては見れる、ね、キッドフェノメノンも、まあ、特典会というか、あの要は大阪に来るね、あのイベントですよね、あのパープルサーキット前に、見れる、存在証明生で見れるので、いや、嬉しいですよね。でもしかしたらですよ、撮影可能部分っていうのが、ね、このね、あの長島スパーランドのイベントでもあるかもしれない、 あると思う、
うん、これはあると思う。ウルハルハモニーのね、あのラジオのね、キャナルシーのイベントもそうだったので、スイートレインね、撮影 OK だったので、まあ、新曲の撮影っていうのは、まあ、もうほぼほぼだからリリースイベントを長島スパーランドでやってるよ。で、そこにちょっとトークもね、あの、入るっていう形なので、ラジオの収録としてね、トークもね、がっつり入るので、まあ、ちょっとね、あの、何リリースイベント、要はパープルサーキットだったりとかジェットエンジンよりは内容が豪華になってるので、まあより楽しめるんじゃないかななんていう風には思ったりもしてますよね。いや、よかった。俺ね、1100枚のチケット、要は多分あれ確かね、あの1100枚でそのなんかそのドーム内というかその会場内に座れるのかちょっとね、詳しく分かんないんだけれども、なんとにかくなんか参加のね、そのイベントの参加の確約のチケット、要はあの長島スパーランドとそのイベントに参加する確約のチケットがね、入場と、まあいろいろですね、合わさったね、とあのなんか限定のスペシャルなチケットがね、1100枚で販売されてたので、僕はね一応ゲットしたんですよ。まあ多分座れるんじゃないかなと思ってるんですけれども、ね、それ以外は確か立ち見みたいなの見た記憶があるんでね、はい、あの詳しくはね11月4日のイベントのね公式ホームページだったりとかで、よかったら見てみてくださいと思うんですけれども、いやー、よかった。いやー、なんか嬉しくなりました。なんかモチベがぐっと上がったね、なんかね、うん、11月4日のね、なんか超スペシャルなイベントになりそうじゃない？やっぱりキッドフェノメノも存在証明新曲やるし、ザ・ジェトベマンガズもね、タイトルわからないけれども新曲やるし、特典会もあるし、ね、CD 買えばね、特典会参加できるし、しかもトークもあるし、パフォーマンスもあるし、みたいな。もしかしたら撮影できるかもしんない1曲はとかさ、存在証明と、ザ・ジェトベマンガズの新曲に関しては、撮影 OK になる可能性が高いっていう状況の中で、僕行くんですよ。いやー、ちょっとやばいね。まだね、あのザ・ジェット・パパガンズのね、ジェットエンジンに関しては大阪とかね、関西圏に関しては多分12月とかになってくると思うんですけれども、いやー、とにかくね、なんかおー、なんか良かったって、行くっていう判断して良かったなと思って、11月4日のイベントね、いやー、めちゃめちゃ楽しみでございますよ。そしてね、 YouTube のね、本格始動も宣言されまして、番組の方もね、始まっていくということで、最初はね、ボーカル3人がパイセンからね、あの勧められたあのグルメをね、食べに行くんだけれども、デスマッチゲームして勝ったものだけが食えるみたいなね、そんな感じのね、企画になっているみたいで、かなりね、ちょっとね、あの僕が見たかったような、そういうことよって、そういうことをやってくれっていうようなね、その本なメンバーの素が見れるような番組をやってほしいと思ってたんで、いや、これと思ってるようなのが来そうなんで、ちょっとね、またそれはね、番組を見たら感想トーク取りたいなと思うんですけれども、いやーって感じですね。めっちゃ楽しみです。はい、もしかしたらね、もうね、1100枚のその長島スパーランドのチケットに関しては売り切れてる可能性もあるので、そうなるともう長島スパーランド現地行って立ち見で見るっていうね、ことになるかなと思うんですけれども、いやー、本当にね、楽しみでございますよ。いやー、よかったね、当たりましたね。僕言ってたんですよ、絶対新曲の発表、そして長島スパーランドのことについてもあるし、絶対新曲やると思うよって言ってたんですけれども、こうなるとやりますよね、特典会がありますから。いや、めちゃめちゃ楽しみでございます。よかった、チケットゲットしてて。はい、というわけで今回は以上になります。チャンネル登録、高評価、コメントお願いいたします。でまた次の動画で、バイバイ。